岡田智弘、2008年7月、岡田智博は、日本のメディア文化アナリスト、研究者、ファシリテーター、ディレクター、コーディネーター、編集者、一般社団法人クリエイティブクラスター代表理事、一般社団法人ブルーオーシャン代表理事、サイバー文化学者。1995年より、メディアアート分野における日本でのプロモーション活動を、行ってきた。また、 インタラクションデザインでの調査研究、プロデューサー、キュレーター及び執筆者としていくつものインタラクティブなプロジェクトの開発や事業を行っている。工業、文化事業分野での政府機関や各経済研究所との文化的な政策決定に関わることも多い。最近ではメディアアートやデザイン等の創造性を活用したクリエイティブ式や 創造産業づくりによる地域振興を目的として、地方自治体やエージェンシーと連携し、カンファレンスやシンポジウムを通して、クリエイティブ分野におけるコンサルタントとして、助言や活動などを行っている。1971年長野県松本市生まれ。ニューヨーク大学大学院スクールオブエデュケーションを経て、日本に帰国後、1990年代後半から2000年代初期に、 かけて、オンザエッジの創立以前をはじめとする複数の IT 企業のスタートアップに参画。その後、マルチメディアアライアンス、福岡設立活動のため、福岡市に拠点を移すと同時に、九州芸術工科、大学芸術工学研究科資格芸術学において、修士を取得する。2001年には、東京大学大学院情報学、官学再情報学府において、 修士論文、高度情報化社会における文化的、促進機関としてのメディアセンターの研究を発表する。2014年には、東京芸術大学で、創造都市論を基調として、博士論文、IT 関連クリエイティブ産業の発展と、創造クラスターの相関関係、アムステルダム、札幌、モントリオールの都市事例を中心に、を発表、メディアアート、インタラクティブに関わる、 地域創生及び IT 情報産業の第一人者として活躍している。また文化庁メディア芸術人材育成支援事業においては2010年度2011年度2013年度と3度の支援を受け自身の行うエレクトリカルファンタジスタと共に数々の若手クリエイターデザイナーの発掘を行ってきた。2012年には 青い森のメディアアートワークショップにてファシリテーターを務めた。2018年には沖縄県石垣市の石垣市文化観光振興プラン作成の取りまとめを担当した。2020年には文化庁メディア芸術祭おたる店でディレクターを務めた。ありがとうございます。